カメラさんよろしいですか。はい、ただいまから知事の記者会見を始めさせていただきます。最初に知事からお願いいたします。はい、僕からは2点です。1点目が補正予算についてです。令和元年度の緊急の一般補正予算並びに令和2年度の緊急の補正予算についてのご説明です。令和元年度についてはもう3月末でもうすぐですけども、合わせて4月1日から早々に行わなければならない緊急の補正予算を組みました。大きな方向性としましては、重症者の命を守るための医療体制、医療崩壊を防ぐための医療体制、入院フォローアップセンターを作って今運用していってますが、まさにそこの運用を実行させていくための補正予算、医療体制強化が一番大きなメインの補正予算になるかと思います。合わせて収入が非常に厳しい方の緊急の生活費の援助と補助ということがメインになります。これまで経済対策として企業の運転資金の貸付、定理貸付、保証協会貸付、これはもう制度を作って予備費を持って現に執行していっている最中です。今回新たに補正予算を組むということについては、特に命を守る、重症者の命を守るための医療体制強化、それから経済的に非常に厳しい方の生活を守ると、その2点が大きな軸になるかというふうに思っています。まずその中身についてです。これまで大阪府においては、医療機関とかも連携をしまして、感染拡大防止に向けた取り組みというのを進めてまいりました。府民の皆さんへの情報公開、情報提供、これを積極的にやってまいりました。合わせて、2月18日、これはもう国より先んじてですけども、イベントの中止であったり、それから府立施設の休館であったりということで、一回こうぐっと抑えるということをやって、だという状況でもあります。合わせて、クラスターを発見してそこから追跡してクラスターを潰していくということもやってきました。さらに、医療体制を強化するということで、重症者の命を守る観点から重症者についてはいわゆる感染症の指定機関とか非常に大規模な設備の整っている病院へと、それからそうじゃない方についてはこう振り上げていくと、一般病床、一般の稼働している病床、それから非稼働の病床、閉鎖した病床、そういったところの活用の最終的には宿泊施設等、それぞれトリアージしていこうという仕組みを作って今運用していっているところです。それ先ほど申し上げた中小企業の支援というのは現に今実行している、そういう状況の中でですね、感染者については、やはり徐々に拡大している傾向にあるというふうに認識をしています。もう厚労省の非公開の文書を公開しましたから皆さんもご承知の通りですけど、国の専門家の予想においては、大阪府においていつ急激な爆発的な感染拡大が起きてもおかしくないということが数字とともに示されているという状況でもあります。そういった中で、府民の命、健康、暮らしを守るということでの透明な経緯として、総額74億円程度の補正予算を緊急で編成いたします。そして明日3月26日に専決処分をする予定です。今回の補正予算を通じまして、約600床の病床を確保していきます。これは病気が発生してからでは遅いです。患者が急増してからでは遅いですから、急増する前に今の段階で病床を確保するということを含めて600床の病床を確保していきます。今後患者の増大を見込みながら、患者の増加とかそういう増加状況というのを見込みながらですけれども、最終的には1000床の病床を確保したいと思っています。現時点の状況ですけれども、検査実施件数は毎日ホームページでアップしてますが、検査実施件数については2569人分の検査、
そして陽性者数が142名、これは累計です。で今現在入院されているのが83名、そして83名のうち軽症の方が78名、そして重症の方が5名と、そしてお二人がお亡くなりになられました。それ退院済みの方が57名という状況です。まあ、これは今の大阪の陽性者数のグラフですけども、まあ、ここでぐいっと増えてますが、ここはあのライブ関係でぐいっと増えているという状況だと思います。まあ、そこから徐々にですけど確実にこう増えてきていると、まあ、増えてきている中でもあのいわゆるリンクがどこであのその症状が発生したかわからないという方も徐々に増えてきている状況ですから、あのこれは傾向としては良くない傾向だというふうに認識をしています。まあ、ライブはぐーっと増えましたけども、あのどこで誰がどう感染させたかというのが分かるこのリンクを終える分については数が一定増えても、これはあのその市中で大きく広がっているという評価にはなりませんが、リンクが分からない患者が増えてくると、これはあの見えないクラスターがあの、うん、その背後にある可能性もあるということで、いわゆる市中感染が広がってきているということを示すということにもなりますので、まあ、大阪はあの感染拡大傾向にあるという状況だと思います。国において専門者会議がエリア3つに指定しましたけど、まあ、そのうちの中で感染拡大傾向にあるというエリアに大阪は入っているというふうに認識をしています。で具体的な補正予算の中身についてです。まずあの感染拡大の影響によって暮らしの生活の影響を受ける方のその暮らしを守るための予算についてです。一つは個人向けの緊急小口資金の特例貸付で21億円の予算を組んでいます。これは収入の減少があった方、まあ、例えば仕事を休まざるを得なくなった、あるいはその仕事をあの、まあ、あの辞めざるを得なくなったという方のために、例えば辞めざるを得なくなったという方については毎月20万円、まあ、これ世帯で聞き合いますけど、あの標準的には毎月20万円を3ヶ月間60万円の貸付、無利子、無担保での貸付と、まあ、その中でも住民税非課税世帯の方については将来の支払い返済も免除するという、まあ、いわゆるあの本当に生活が厳しくなったという方の生活保障についての特例貸付です。2つ目が支援学校を臨時休業しています。まあ、その中で放課後デイサービスを使われています方がいらっしゃいます。で放課後デイサービスを、まあ、午前から使われている方もいらっしゃいますから、そういった方のいわゆる保護者負担分も含む経費の視聴者に対する補助約11億円、それから障害施設への障害者施設への衛生用品の配布と、まあ、マスクとか消毒液の、まあ、分についてです。それから就労移行の支援事業所におけるテレワークの導入支援、これは障害者の方の就労支援を整備する事業所に対してテレワークなんかの導入経費を補助していきます。2つ目がこの間、浮遊施設について大阪府の判断において休館という措置を取りました。3月21日以降徐々に開館する予定でしたが、今現在拡大傾向にあるということで、さらに今あの休館の継続をしているという状況です。まあ、その中で浮遊施設を利用しようとしてた方のキャンセル料が発生するわけですけども、まあ、不遇のイベント集会の自粛を要請したことで、まあ、そのイベントを中止したと、まあ、そうなると浮遊施設のキャンセル料は本来払わなきゃいけないということになるんですけど、キャンセル料についてはもう徴収しないと、そのための、補填です。指定管理者に対して減収も生じますから、その分補填する、まあ、だからそのイベントを予定していた方がキャンセル料を払わなくて済むようにする施策です。それから浮遊施設を休館してますから、それに伴う減収分が生じますから、これは指定管理者に添付していく、まあ、その費用です。まあ、浮遊施設を休館、それから負のイベントを中止したことによって伴う影響への対応ということを補正を組んでいます。引き続いて、まあ、ここがメインになってきますが、医療体制の強化についてです。まあ、これ合計で39億円約40億円程度の予算です。中身としてはまずベッドの確保です。非稼働病床、先ほど申し上げた入院フォローアップセンター、大阪府全体での司令塔組織を作りました。これは、まあ、おそらくこれから全国にそういう大阪、いわゆる大阪モデルと呼ばれるようなものが広がってくると思います。これは間違いなく広がると思います。
で、大阪府全体の中の入院のトリアージをしていく組織を作って、まあ、そこでその組織で眠っている病床、休床している病床、閉鎖している病院、そういったところに、病床を今確保していっているという状況です。そのための、当然病床確保に伴って医療機器等の整備も必要になります。その経費補助が約30億円です。これは眠っている病床を確保するとなれば、その分の患者が入ればそこはいわゆる医療保険の世界に入っていきますが、患者が入ってないときも病院には確保してもらえますから、その休床分を保証しなきゃいけないという保証する必要がある、まさにそれが非常に大きな金額として上がってきているということです。これをやらなければですね、休床確保できませんから、事前に休床確保してないと、つまり事前に椅子を確保しておかないと、座る椅子がない状態になると、その椅子を開けておいても一定程度の金額、椅子を開けてもらうわけですから、そのお金がこの30億円ということになります。これで大体600床を確保します。で、入院医療費の公費負担、ということで、入院医療費だったり PCR の検査の自己費負担分、これについては公費で負担をしていきます。合わせて保健所の業務継続のための体制整備ということで、今新型コロナの相談センター、電話相談、これも先駆けて設置してきましたが、一部外部の委託をしてですね、保健所のメンバーがよりその保健所がやるべき仕事に注力できるように、最初のファーストコンタクト、いろんな相談があってもそれも定型的になってきてますから、そういったものについては外部委託をして、保健所が持てる力を自分たちにもその事業に発揮できる、そういったための外部委託です。最後が、学校の臨時休業に伴って生じる課題への対応ということで、学校給食費、食材費、これは府立支援学校ですけど、支援学校の臨時休業に伴う給食費を負担します。これが、令和元年度の緊急の補正予算を合わせて4月1日からもう現実に動かさなければならない令和2年度の緊急の補正予算についてです。合わせて今国においても議論されてますが、さらに大きな経済対策と国でも今議論されているところです。国の補正予算に合わせて4月に入った段階で、新たに府としても第2弾の令和2年度の補正予算を組んでいくということになろうかというふうに思います。続いて2つ目です。エネルギーの地産地消について、です。これは太陽光発電と、それから蓄電池のシステムを共同で購入しやすい仕組みを作っていこう、その事業についてです。今大阪府は大阪市と共同で、エネルギー地産地消プランというのを策定しまして、再生可能エネルギーの普及、それからエネルギー消費の抑制というのを目指して、例えばゼッチなどの取り組みを進めていきました。ゼッチはここでも皆さんにご紹介した通りの、住宅の高断熱化とか、あるいはその省エネしたパッケージになったような住宅の普及であったり、そういうことをゼッチを指しますが、そういったゼッチの普及等々進めてきました。で、今回この地産地消プランの取り組みで大きく再生可能エネルギーの普及拡大、それからエネルギーの消費の抑制と、電力需要の平準化、この3つの柱を言ってますが、この1つ目の柱のうちの再生可能エネルギーの普及拡大の中で、新たに太陽光パネルと蓄電池の共同購入事業を開始するということです。で、まず太陽光パネルの普及状況を見ますと、このブルーのところが事業用で、この黄色のところが住宅ですが、この青色のところについては事業用が非常に伸びてきていると。ただ一方でこの住宅用については、伸びてきてますが、あまり伸びてきてないということです。で、こういう掲げた目標を達成するためには、この住宅用の方をやっぱり伸ばさないと達成できないだろうということで、この住宅用の太陽光パネルについて進めていく。合わせて昨年の台風15号による停電時においても、この太陽光パネルと蓄電池の組み合わせが、それがあるところは電力を確保できたという事例もあるので、これからの災害対策という意味でも、これは非常に有用だというふうに考えています。じゃあ具体的に何をするのということですけど、まずこの太陽光パネルと蓄電池の導入について、国民ニーズの調査を
昨年の6月に実施をしました。結果どういうことが、府民の皆さんどういうことを懸念してこれに取り組やってないかというと、やはり初期費用がかかると、初期費用を低減してもらったらこれは導入も考えたいと、もういったら手続きがまあ煩雑で面倒くさいと、これはなんかもうちょっと簡略ができないのと、そしてもう一つは信用できる販売施工事業者、いろんな太陽光パネルの CM なんかありますけど、誰がどう信用してるのか分かんないよねということで、こういったことがそれはぜひやってみたいという府民の方が結構いらっしゃったということで、この3つを解決しようというのが今回の案です。具体的には太陽光パネルと蓄電池の共同購入のプランというのを府で提供していきます。まず共同購入ですから、参加者を募りまして、みんなでまとめて購入をします。ですのでみんなでまとめて購入するので、一人一人が購入するより安く済むということです。これは他の自治体での先行事例がありますが、これは神奈川かなで先行事例ありますが、最大 26% オフということで、 26% の価格が下がったということが、事例として上がってきています。価格は入札ですから、その価格を保証できるものではないですけれども、みんなで買うのでその分価格が下がる。合わせて、いろんな手続きがありますが、それも登録から購入施工まではもうフルパッケージでサポートしていくということで、これはそういった府が認定する事業者にまとめてこれをやってもらうと。でその実際に施工する事業者についてもその基準をクリアした販売施工行為者にやってもらうということです。これをすることで災害時の停電対策にも役立つというふうに考えています。太陽光発電についてはこういう共同パッケージのプランが今までありましたが、今回初というのは太陽光プラス蓄電池の共同購入というのは全国で初になるというふうに聞いています。具体的にこの参加者を募集していきます。蓄電池があることで、発電した電気を夜間でも活用できるし、災害時でも役立つという状況です。参加登録は無料ですが、手続きはこういうことです。まず無料の参加登録を募集しまして、6月30日までに専用のウェブサイトからその興味がある方は登録をしていただきます。そして、販売施工事業者の入札を府で行いますが、それをやった結果の金額っていうのを見積もりを確認して、買うかどうかのご判断を、その資料をお送りするということです。で、もしそれじゃあやめるよという人もいると思いますし、それじゃあいいですねってやりましょうという人もいると思いますが、じゃあやりましょうという購入判断については7月14日まで、もちろん断るのは当然 OK なんです。その中で、ここで購入判断していただければ具体的に設置をしていくということになります。参加募集期間については4月の1日から6月30日の間で参加募集をいたします。詳しい情報はここの専用のウェブサイトを作ってますので、そこで問い合わせをしていただけたらというふうに思います。電話や携帯等もありますが、大阪府のエネルギー政策課が担当いたします。本事業を通じまして、太陽光パネル、それから蓄電池のさらなる普及拡大を目指して、自然、エネルギー、再生エネルギー、これの活用と、災害に強い町づくりを目指していきたいと思います。はい、僕からは以上です。それではご質問をお受けいたします。最初に幹事社の G 通信さんからお願いいたします。幹事社 G 通信の中島です。今の発表項目についてなんですけれども、太陽光パネルと蓄電池の共同購入、これは購入世帯が多いほどこうステールメリットが生じて災害対応としての有効性も増すんじゃないかと推察されます。東京都もこう似たような再生可能エネルギーの共同購入事業をやっていて、それだとこう1000世帯のこう購入を満たすという具体的な数値目標を掲げているんですけれども、今回の事業として具体的な数値目標はありますでしょうか。まず東京都においてはちょっとこの仕組みと違って電力会社の切り替えの話ですので、比較的参加しやすい仕組みだと思います。要はこれ太陽光パネルと、屋根につけて蓄電池をつけるっていうのが今回のプランですけど、東京都がやったのは、仕組みは
ほぼ一緒ですけど、電力会社を今の電力既存電力会社から別の電力会社に切り替えませんか、みんなで電力安い電力購入しましょうっていう、まあ、そういうことなので、まあ、契約手続きだけで済む、まあ、非常に簡便な手続きなので、まあ、参加者も多かったというふうに思ってます。だからまあそれで1000世帯ぐらいあるのかなと思ってます。まあ、似た制度としては神奈川県がこの仕組みをやってまして、これは神奈川県の太陽光パネルだけで、まあ、ほぼこれと似た同じような手続きがあって、まあ、それで参加登録は446件で、実際に設置したのは70件というふうにも聞いています。ですので、まあ、大阪府においてもこの神奈川県が非常に近いかなと思いますので、これプラス蓄電池が入ってきますけど、まあ、自宅に設置するというのは近いなと思いますので、まあ、人口規模も近いですし、まあ、そういった点からすると、まあ、府民の方に500件程度は目標として参加登録いただきたいなというふうに思ってますし、まあ、最終的には100件程度ぐらいの設置につながればいいかなというふうに思っています。まあ、府民の皆さんに事業内容をよく理解していただけるようにですね、まあ、包括連携協定を結んでいる民間事業者がありますから、そこと効果的な PR をしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。話題変わるんですけれども、昨日の東京オリンピック、これの1年程度の延期というのが正式決定されました。こう大阪府としてどう受け止めているかというのを、こう直接間接的な影響があると思います。例えばこう府内自治体でも数多くの自治体がこうホストタウンに登録していたり、そういう、まあ、いろんな影響あると思うんですけれども、まあ、今現時点でどういう評価されているかというところをお願いします。まず中止にならなくてよかったなというふうに思っています。もちろん今年の7月に完全な形で実施できればそれは一番良かったですけど、ただ今世界の状況を見たときに、あるいは日本の状況の中を見ても、とてもじゃないけどそういった完全な形のオリンピックっていうのは難しいと僕も思ってますし、思ってましたから、これはもうやっぱり延期というのは適切な判断だと思います。し、まあ、致し方がない判断だというふうにも思っています。まあ、今回安倍総理は1年以内、1年程度の延期ということなので、やはりこの1年、まあ、これまで準備した方ももちろんいらっしゃるんですけども、やっぱりこの1年後に、このコロナウイルスとの戦いで、世界全体でこれに勝つということが重要になってくるんだろうと思います。まあ、1年といってもそんなに期間はないですから、実際問題として。ですので、やはりこの1年後に完全な形で実施できるように、例えば治療薬の開発であったり、ワクチンの開発であったり、まあ、そういったところにより力を入れていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思います。1年後、今と同じ状況、例えば日本が落ち着いたとしても、世界の他のエリア、まあ、途上国も含めて似たような状況になっていたとするならば、これはやっぱりまたオリンピックどうなのという議論が出てきますから、そういった意味でやっぱオリンピックは世界の祭典なので、世界でこのコロナに打ち勝つ目標時期というのが、やっぱりこれはオリンピックまでにはやっぱりこれは当然打ち勝っていかなきゃいけないと。そのためにも世界の英知を結集して、治療薬とかワクチンっていうのをね、やっぱ開発していかないといけないんじゃないのかなと。まあ、いわゆる社会の体制、コロナウイルスに対する社会の体制っていうのが、世界的なものをね、世界的なレベルで抑え込むっていうことが必要だし、オリンピックをやる日本はやっぱりそこを先導してやっていく必要があるんじゃないかなと思います。まあ、現時点で、まあ、生じている影響、まあ、オリンピックの関係者、まあ、特にこれ東京は非常に大きな影響が出ていると思いますが、まあ、大阪でもホストタウン等々あります。まあ、そこはもう本当に今の状況なら仕方ないと思いますが、やっぱり目線としては1年程度先にですね、やっぱり世界をコロナに打ち勝ったと言えるような状況を日本がリードして作っていく、まあ、そのためのワクチン開発、治療薬の開発、まあ、そういったものっていうのが僕は必要になってくるんじゃないのかな、これからは大きな目標になってくるんじゃないかなと思います。まあ、ぜひオリンピックについてはオリンピックと万博で共同してやっていこうというのを東京都ともやってますし、僕もオリンピックを非常に応援してますので、オリンピックが完全な形で実施できるように、大阪府としてもできることはやっていきたいというふうに思います。はい、
この新型コロナ対策の、一環でお聞きしたいんですけれども、うん、職員の方のテレワークに関してです、うん、2月18日の時点だとこう体制が未整備として職員の方へのこうテレワークというのはこう導入しない方針を示されていました、うん、これからこう、まあ、来週から新年度ということで、うん、テレワークあるいはこれに準じた形のこう前兆的な業務対応というもので何かあれば教えてください。まず新年度の調査費として1600万円を計上もいたしました。そして、まあ、町内の ICT 環境を整えていくということもまさに検討に入っている状況です。合わせてスマートシティ戦略部が4月からできますので、スマートシティ戦略部が旗振り役になって、まあ、テレワークを含む、まあ、府内の ICT 環境の整備というのはぜひ進めていきたいなというふうに思います。で、まあ、役所、まあ、なかなか役所でテレワークが進まないというのは、まず役所、まあ、これまで役所仕事っていうのは紙を使うのが非常に多い、紙ベースの仕事がいまだに非常に多いと、やっぱりこの業務体制も改めていかなきゃいかんと思ってます。僕が知事になってから3レスっていうことでね、ペーパーレス、ハンコレス、キャッシュレスっていうのを掲げて今徐々に進めています。で、だけどまた業務のあり方っていうのがやっぱりその ICT にちなんだ仕事のやり方っていうのを今までやってこなかった部分がありますし、それが染みついている部分があるので、そこをまあ、スマートシティ戦略部も打ち立てますし、まあ、計画も作りましたから、そこで、まあ、テレワークをここに実施できるような、ね、役所の、まあ、仕事 の, やり方っていうのをやっぱり変えていかないといけないだろうなというふうに、思っています。何かこの情報を、特に役所の場合は個人情報も扱ったりしますから、こうパソコンをこう記者の皆さんみたいにこうやって自分のこう持ち帰って自由に持ち運びできるような体制にはしてませんし、まあ、そんな中で、加えてやっぱ紙ベースの仕事が多いという古い仕事のやり方が多いから、やっぱこれを変えていかないといけないんだろうなと。あとは扱う情報が非常に重要な情報なので、そこのセキュリティもやっぱ確保しないといけないので、まあ、そういったところがで、まあ、テレワークっていうのは今までちょっとそこは役所は向いてこなかった方向ですけど、まあ、これを機に僕はやっぱり役所もテレワークを進めていける方向でやっていく、まあ、その旗振り役はスマートシティ戦略部にやってもらおうというふうに思っています。まあ、その分というか今の新型コロナ対策という意味であればね、新たに時差出勤というのも早々に今導入もしましたから、今その時差出勤を利用されている方もいらっしゃいます。10時半の出勤もそういう選択も認めましたんで、9時半9時半、10時、まあ、そういう選択肢もありますから、まあ、テレワーク、時差出勤をしながら、この満員電車を避けてる、混雑を避けてる分もありますが、まあ、長い目で見たときは、やっぱりテレワークっていうのは必要になってくるんだろうと思います。うん、まあ、そこの旗振り役は、まあ、スマートシティ戦略部で進めていこうと思って、います。うん、幹事社からは以上です。それでは次のご質問をお受けいたします。読売新聞の松井さんです。補正予算のことについて教えてください。昨日が議会の最終日で、まあ、閉会日だったんですけれども、今回その専決処分になった理由というのを教えていただければと思います。まず、国が出された、10日に出された基本方針を踏まえて、ケースの整理、そして、まあまあ、緊急で組まなきゃいけないということで、まあ、時間的余裕のない中での補正予算の編集だったということが挙げられるというふうに思っています。まあ、今回概要をまた発表しましたけど、まあ、明日専決処分する、今最後のケース整理をしてますから、まだこれも最終確定ではなくてですね、最終確定したものについては明日の2時ぐらいだったかな、皆さんに最後の報道提供しますが、その段階でようやく数字が確定するというものだと思っています。まあ、そして数字が確定し次第、これはもうすでに進めているのもあります。予備費でやっているやつもありますから、まあ、4月1日からやらなきゃいけないのもあるということで、まあ、緊急の専決処分を打って、予算を執行していくということになろうかと思います。まあ、この後国がいつか分かりませんけど、まあ、今国で議論されている大型の補正予算組まれると思うので、まあ、それに合わせてそれプラス大阪府でどういうことをするのかということも今検討して進めている最中ですから、まあ、その補正予算については、まあ、ちょっと
時間の余裕ができるのかなとは思っています。それは4月か、ちょっと、国がどうなるか分かりませんけど、当然国の補正が整ってからということになりますが、国の方針が整ってからということになりますが、加えて今これとはプラスアルファの、次は打つべき補正予算の検討もすでに入っているという状況です。大阪府として、先ほどケースについて時間かかったとおっしゃっていました。ケース、お金の金額のケースですね。了解です。追加で3連休の呼びかけに関してなんですけれども、その報道と知事の自粛要請でどれぐらい往来が減ったかっていうことをその分析したりする方針がありましたら教えていただければ。分析といってもこ の往来数を調べるというわけにはなかなかいかないと思いますので、実際問題は難しいだろうというふうに思っています。この方針を出したのも、3連休という行楽日和に、いろんな形で移動される方はいらっしゃると思いましたから、さらに車であったり、電車だけじゃなく、公共交通もあるでしょうし、いろんな往来の仕方があったと思いますが、その抑制を呼びかけたということです。結果については国で、示している試算が出てますから、これと横にらみをしながら、3月27日までに患者が586人、4月3日までに患者が3374人、そういった数字になるのかどうか、そういったことも含めながら効果というのは見極めていきたいと思います。合わせて重要な効果としては、やはりあそこのこの数字もオープンにして呼びかけることによって、大阪府、それから兵庫県において急激な爆発的な感染拡大の可能性があると、そしてそれはどこかわけわかんないテレビのコメンテーターじゃなくて、国の専門者会議の、特に第一研究をされている方、北海道の西浦先生が作った資料がベースになっていると、厚労省が持ってきたものだということを前提にして進めてますから、非常にそういう、リスクがあるということをですね、大阪府民の皆さん、兵庫県民の皆さんと共有できたというのも非常に大きな効果だと思っています。つまり往来に関わらずね、例えばちょっとした咳エチケットであったり、熱が出たらちょっと今日はやめとこうかとか、そういったいわゆる感染拡大防止、一人一人の感染拡大防止の危機意識の共有、僕はこれにつながったと思っています。今回クラスターを追いかけたりいろんなことやってますが、やっぱり一番最後の最後、一番力になるのは一人一人の感染拡大防止の意識と行動だというふうに思っています。特に阪神間、経済圏域ですから、大阪は大都市なので、これは当然経済活動をしないと成り立たませんから、経済活動をしながらも、一方でそういうリスクがあるから、できるだけ、何かそういったコロナ3要素は避けようだとか、感染拡大はやっぱり注意しなきゃいけないよねと一人一人が思って、ちょっとした行動につながること、この積み重ねが僕は非常に重要じゃないかなというふうに思っています。そういった意味でも、僕の呼びかけというのは賛否両論あって、反論も受けたりもしてますが、そういう意味では大きな僕は意味があったというふうに思っています。その資料の科学的根拠なんですけれども、その情報提供を受けてから市民の自粛要請まで時間があまりなかったと思うんですが、その時に科学的根拠については確認されていたのか、もしなんかしていなかったのであれば、なんか今までの期間でして、したのかというか教えていただければと思います。あの数字がどんな根拠を基づいていたのか確認したかと。この数字についてはだから先ほど申し上げた通り、いろんな資料もついてますけども、国の専門家の、いわゆるクラスター対策班の西浦教授が作成されたものだという確認は事前に聞いています。で、西浦教授といえば皆さんもご承知だと思いますけど、国のクラスター専門家会議にも入っておられるのと、あとはこの感染症の数理学研究の第一人者の方でもあります。その方が作られた数字だということ自体が我々にとっての根拠です。テレビに出てる何々さんが言ってたとか、 A さん B さんが言ってたとかということであれば、これ本当にそれが正しいの、何の根拠なの、そもそもそういうのであれば我々応じませんから、いろんな意見がありますんでね、ただそこはやはりその国が持ってきた資料、説明した資料、そしてその作成者がそういう人だということを思って、
我々はこの試算を信用しています、それ以上 の対価の方のもう一回これは正しいですかとかセカンドオピニオンとかそういう類のものではないと思っています。今後のために改めてその計算 の方法とか認識とか、あるいは尋ねるご意向とかありますか。まあ、尋ねるというか、これはもうメディアが心配だったら尋ねられたらいいんじゃないですか、直接国に、我々はその国の資産というのがいい加減なものだとは思ってませんから、特にこの、その作成者の西浦先生の名前もこれはもう出してオープンするとき出してくださいねということも厚労省の最後僕がもともとこれは非公開文書だったんですけどね、僕はこれ公開するっていうのを判断して、もう資料も紙も公開するよという判断したときの、最後厚労省と調整したわけですけど部局が、その時はこの左上のクレジットをつけてた通り本部会議でつけましたけど西浦教授作成資料というのをつけてくれというのが厚労省 の要請でしたから、そういった意味で我々としてはこの文書の中身を、信頼していると、もちろんこれは試算値だから外れる可能性もそれ当然あり得ると思いますが、ただ感染の急激な増加がすでに始まっていると考えられると、ここまで断定されているわけで、この日にちと数字も示されているわけですから、我々としては、その専門家が弾き出す計算式によって出された数値なんだということを認識をしています。もしその数値方式がおかしいというのであれば、もう我々としてはこの国の、この出された数値以上にね、信用するものはないですよ、我々の不眠分健康医療部で計算できるわけじゃないし、僕が計算できるわけでもないし、なのでやっぱりこれは国がそうやって持ってきたということについて僕はそれが起こりうるというのを現実のものとして頭の中でシミュレーションしたと、それをシミュレーションした上で何をするかっていうのはここからも政治判断になってくるので厚労省に何かこう従うというものではないですけど、この数字の部分については僕は専門家の意見として非常に尊重したということです。実効再生産率についても一緒です。他にご質問ございますでしょうか。まあ、これもあれ、今後、来年のことにはなりますが、コロナのこの感染状況がどうなるのか、このまま収まらない状況になっていくのか、そこも見据えながらやっぱり考えていくべき一つの大きなイベントになるだろうと思います。それをどうするかについてはワールドマスターズ の組織委員会がありますから、そこで判断されるものだというふうに思っています。オリンピックが来年になるからワールドマスターズを中止しなきゃいけないとか、多分そういうものではないんじゃないかなとは思ってますけどね。オリンピックは来年の、分かんないけど夏、普通であれば夏が多いですけど、ワールドマスターズは5月から始まりますんで、あとはそのワールドマスターズの性質も障害スポーツの参加ですから、いろんなこう、皆さんとか僕らみたいなこう、成人男性というかですね、高齢者の方も含めて参加するスポーツだと思うんで、ちょっと趣旨が違うと思いますが、オリンピックをやりながらもワールドマスターズをやるっていうのはできるだろうというふうに思っています。ただ、5月にワールドマスターズもするにしても、このコロナの状況がどうなっているのかによって、それはやっぱ考えなきゃいけないんじゃないですか。もし今年の5月がワールドマスターズやったらもうできてなかったと思います。この状況がいつまで続くのか、これは誰にも分からないところだと思うんで、その状況を見ながらだとは思いますね。だから一刻も早くこういう世界におけるコロナの、対策ということを抑えていかなきゃいけないし、そのためには治療薬とか、医療治療薬もいろいろ試されてますけど、あるいはワクチンとかね、ワクチンがもしできればこれは抗体をみんな持つことができますし、特に医療関係者がワクチンを持って、今は医療関係者がいてもやっぱりコロナに対して非常に神経質になってます。自分が感染したらどうしようかというので、完全防護でやってくれてますけど、多くいる医療関係者もなかなか非常にナーバスになっていると。ただそこにもしワクチンができれば、医療関係者としてはやっぱりそれは積極的にコロナとの戦いに挑んでいただける医療関係者も増えてくると思うので、やっぱそういう意味で我々今何の武器も持ってないですから、コロナに対して特徴はつかめてきたから、それを避けながら活動するじゃできたとしても、攻撃する方じゃないのでね、だからワクチンとかそういう積極的な武器が持てればコロナとの戦いは
一挙に形勢逆転すると思いますが、それが今ない状態なので、それはやっぱり早く作らないと、まあ、ワールドマスターズであれオリンピックであれ、世界でそれを収めていかないといけませんのでね、それがやっぱり重要かなというふうに思います。今日本がなぜこれだけ爆発的感染拡大があるとは言われながらもなってないのかっていうので、今いろんな専門家の意見も分かれているところなんですけど、仮に日本がこういうでなかなか日本では広がってこないねってなったとしても、世界であえてイタリア、スペインであんなふうになってるわけですから、それがいろんなところで起きているようじゃ世界的なイベントって難しいと思うので、やっぱりオリンピックやワールドマスターズを目指すという立場からすると、世界でのこのコロナの戦いをね、まあ、医療が整っていない国、地域も含めて戦えるようなものをやるというのは、やっぱり治療薬とかワクチンというのをしっかり世界の英知を結集させて、開発しないとダメなんじゃないかなと思います。もうそれがもう自然に消えてくるのを待つか、まあ、これはもうちょっとわからないので、消えるかどうかはまあ、専門家に聞けばこれはちょっと長い戦いになりそうだというのも聞いてますので、まあ、非常にまあ難しいところですけど、まあ、求めなきゃいけない視点としては、日本だけ収まればいいという問題じゃないというのが多分ワールドマスターズでありオリンピックだろうというふうに思ってます、うんうん、だからその、まあ、特にオリンピックというのは本当に非常に重要な世界的事業ですから、それを1年後にやるというのも総理も東京都もおっしゃってるのでね、やっぱり日本が率先してそういったコロナに打ち勝つ、世界が打ち勝つため のトップリーダーの役割をやっぱり果たしていかなきゃいけないんじゃないかと僕は思ってます、うん、非常に医学も日本は進歩してますから、うん、産経新聞の佐藤です。先ほど国が示した試算についてなんですけれども、4月3日までに、まあ、3300人超という数字が大阪、兵庫という数字、両府県で出ている中で、まあ、大阪府内で予想される数字として、まあ、その3300人超の中から絞り込んで精査されたりだとか、もしくはそれをするご予定というのはありますでしょうか。特にないですね。これは大阪、兵庫合わせて3300人されています。多分これはやっぱり大阪、阪神間、特に阪神間は経済圏域ほぼ一体なので行き来往来が非常にあります。なのでウイルスからすると、まあ、僕らは大阪府、兵庫県とか勝手に線に行ってるだけで、ウイルスからしたらそんな都道府県の線関係ありませんから、で人の動く動態を見れば阪神間というのは一つのエリアなので、まあ、そういったウイルス目線で見るとやっぱり阪神間というのは一つのエリアなんだろうと、まあ、非常に往来も多いエリアなんだろうということで、この専門家も一つのまとまりとして評価されているんだと思いますから、まあ、そういった意味では大阪も兵庫も、まあ、こういった爆発的な感染拡大が起きないようにそれぞれがまあ努力をしていくということに尽きるんじゃないかなと思います。大阪がこんだけだから OK とかいうそういうのじゃなくて、やっぱりこれ経済圏域一緒ですから、まあ、すぐ広がってくると思うので、爆発的拡大になればあまりそこを分ける意味というのはないんじゃないかなと思います。うん、なので、まあ、この数字にからほど遠いような状況が、まあ、ただ今みたいな小康状態がずっと続くっていうんであれば、4月3日前に、学校の休校の判断であったり、今閉じてる府民 の施設の開館であったり、まあ、イベントの、それはいろんな条件つけてですけどね、コロナ3要素を避けながらといろんな条件つけながらの社会経済活動を戻していく判断というのを来週の今頃にはする必要があるんだろうと思っています。基本的には、うん、僕自身はこれもテレビのいっぱい言ってますけど、経済をね殺しなしてしまうとそれによって命を落とすのもたくさんあるわけですから、まあ不景気になったら自殺者も増えますんでね、だいたい日本の全体 の自殺者数は年間2万人ですよ。で一番多い理由は健康上の理由ですけど、2番目に多い理由は経済的な理由ですから、リーマンショックの時は8800人の方が自殺で亡くなられてますけど、今は3000人です。やっぱり景気が良くなってくると下がってきますんでね、逆に言うとリーマンショック級の不景気がまた来るとすれば、あと5000人死者数は増えるわけです。それは経済的な理由で、そこもやっぱり防いでいかなきゃいけない。なのでまあ命を落とさなくても経済がガタガタになると、もう生活が本当にしんどくなって、いろんな悪影響が出てきますから、感染症の観点からしたら全員がこうずっと家の中に縮こまるのが一番いいんですけど、やっぱりそれじゃなく感染症も意識しながら
社会経済活動を徐々に戻していくっていう、まあ、非常に難しい判断ですけど、僕は基本的にそういうのをやっぱり政治家が判断すべきだと思っているので、今回国の試算が出たから一回こう止めましたけども、4月3日前にこうならなければやっぱり徐々に戻していくと、それはもちろん OK という意味じゃなくてね、気をつけながら戻していくと、コロナの、まあ、特徴とか弱点とかそういうことを見極めながらそこを避ける形で経済活動をし、なんとか戻せる分の国内の内需とかもできるだけ戻すようにしながら、まあ、時間を稼いで、で爆発的な感染拡大で起きることをできるだけ防いで、その間に、まあ、ワクチンとか治療薬ができるまで耐え忍ぶと、まあ僕はそういう基本的に考え方、まあ、経済活動を戻していくというのは僕基本的な頭にある考え方なので、まあ、そう考えてもやっぱり万一の時に、ね、医療体制というのはちゃんと確保しておこうよと、もうそれも裏にあるのは重症者の命を守るための医療体制とともに社会経済活動を徐々に戻していかなきゃいけないと、まあ、その判断は感染症の専門家はできませんから、できるのは政治家しかないので、これは僕としてはそれを判断して、行く必要があると思っています。まあ、その一つの指標として、まあ、今回具体的に国からこういう数字を示されましたんでね、これに近しいような傾向が見られたらそれはやっぱり注意しなきゃいけないし、まあ、そうじゃないというような状況になれば、なんでそうじゃないことになっているのか分析は難しいかもしれませんが、徐々にやっぱり戻していくっていうのもやらなきゃいけないと、その舵取りが、まあ、政治家の仕事じゃないかなと思ってます。まあ、合わせてやっぱり命を守るための医療体制の確保、まあ、今のうちに爆発的な感染が起きる前にできるだけ確保していくというのを今進めているという、まあ、そういう考え方です。あと2つだけ、医療体制の確保についてなんですけれども、まあ、病床を確保されるということなんですけれども、そのコロナウイルス対策用の病床の現状は何床ぐらい確保できているのかというと、あと600床、あと、1000床確保を目標掲げておられるのは大体いつ頃ぐらいまでにという必要はありますでしょうか。まず、600床の確保については、4月からこれは確保していきたい。ちょっと資料が取って、まず現状ですけども、約ほぼ200から300の病床は確保をしています。でこれは感染症も含めて、まあ、現状ということでいいかな、現時点、今の時点で確保しているというのは3月22日で213床、これはあるから大丈夫、はい、うん、ただこれは実際問題いろいろ今拡大してますので、例えば今日感染者が12時増えたらその頼み方も増えてくるので、ちょっとそれ以上ないのかといったら誤解を招く数字かもしれないから、まあどういうふうに表現したらいいのか分かんないんだけど、まあ、今増えてる数字のペースで確保できる分については確保していっているという状況です。200から300は確保しているという状況です。今退院者も増えてきてますから、そういった意味で確保はできているし、でその確保の仕方として、急所病床ではなくて一般の医療機関の病床、これを公的病院とかそういうところに確保のお願いをして増やしていっていると、それから大体200、300ぐらいあるという状況です。で、あとはこれを、まあ、確保っていうのはどう考えるかなんですけど、要は急所を動いてる病院でもこれはもう入れないで確保してくださいっていう意味での確保を今お願いしてます。だから予算が必要になってくるんですね。お金がかかるから、で病院にとってそれが大体200から300ぐらいは確保はしています。で、急所病床については4月以降、4月1日から補正ですか、4月1日以降、まあ、段階的に確保していくという状況です。それで大体急所病床、非稼働病床については大体200ぐらい、うん、
で、廃止している病床については大体400ぐらい、合わせて600ぐらいですよ。急症病床、非稼働病床、広い枠での非稼働病床、廃止した病院なんかも含めて600ぐらいを最後の目標にしています。で、動いている病床については300ぐらい、これは稼働病床、現に今稼働している病床でコロナのために確保してくださいというのを言ってもらっているのが大体300ぐらいで、合計宿泊施設を除いて1000は確保したいと思っています。で、いざ確保せよと言われたら、そんなに時間をかけずに確保はできますが、ちょっと難しいの点が、いわゆるその稼働している病院以外の急症病床を確保するためには国の支援というのはありません。だから府費の単独負担になります。これは国に要望しています。なので、いわゆる空予約のお金を府の税金で払い続けなきゃいけないということになります。それをじゃあどこまでの範囲であるかといったら、今1000床分払い続けたら皆さんの税金負担も大きくなりますから、そこは増えるのをこう見ながらですね、あと国に対してもこれはちゃんとフォロー支えてくれよということを今言っている最中で、かつ実務的に病院に対して準備をしているという、実務的な準備の点、お医者さんの準備も含めてプラスいやその財政的な面、これを両立させながら今進めているという状況です。なので、300床については4月の中旬までには十分前、あるいは早期にやろうと思えばできると。急所病床入れた500は、500はかなりスピーディーに確保はもうしてます。あとはその予約料を払うかどうかですよね、というような状況、ちょっと分かりにくいんですけど、実態は言えばそういうことです。今の大阪のこの増え方 の, 病あの、ベッドは確保しできているというような状況だと思います。だからこれが増え方が分からないですからね、急にわーっとなった時にどうするかという問題があるんですけど、ただこれは大阪府だけの課題じゃなくて、全国的に多分大阪はかなり進んでいると思います。急症病床を確保しようっていうのをねやってます。多分これから全国的にも急症病床とか、いわゆる非稼働病床を確保していこうという動きが出てくると思いますが、その時に課題になるのは大阪は率先してやってますんでね、やっぱりその急症の、財政的な負担プラス、お医者さん、もうお医者さんの確保も結局財政が必要になってきますから、お医者さんの確保で、そういうところあたりじゃないかなと思います。その準備を今現実に進めているということです。4月1日以降予算が執行できるように、体制だけ整えていくと、あとハード設備なんかは整えていっているということです。だから最後は大阪府が腹くくればわっと増やせますけどっていうところまでやっていこうということを今やっています。それが大体500ぐらいはすぐいけると思います。他にご質問ございますでしょうか。でもう一個、僕は昔こうでも言ったと思うんだけど、大体500床ぐらいは、例えばベッドとして、ね、450ぐらいはあると。でそれは感染症病床以外にね、いわゆる新型インフルエンザの対応ができる病院の病床が大体、400弱ぐらいあると、合わせて450ぐらいあるよと。ベッドとしてあるのはあるんですけど、じゃあそこにやっぱり患者さんもいるし、病院がコロナを受け入れるかどうかっていう判断もやっぱこれあるんです。現場の問題として、みんながコロナの患者全員受け入れますっていう状況ではないんですよ、これも正直に言うと。そこでもし感染者が出たら、病院も止めなきゃいけないと。これは病院の経営にも関わってくる話だし、さっき言ったように、お医者さん自体にワクチンがないわけですから、お医者さんの方もやっぱり リスクがある。そういう中で全部 のこれはまあ都道府県知事もいろんなところ言ってないけど、本音を言うと医療機関自体がコロナを積極的に受け入れましょうというところがそんなに多くないという実態があります。その中でベッドがだからあればいいというものじゃなくて、そこの理解を得ながら広げていくというのを入院フォローアップセンターでやりながら、そのためのいわゆる空き椅子の費用も払いながらやっていきますよとか、そういうのをやっているということです。だから全国的にもおそらくね、これは早くやらないと、大阪以外でもいろんなところで病床が足りなくなってくるっていうことの問題出てくると思いますよ。ここはスピード感を持っていかないといけないし、やっぱり国も空振りになったとしても一定程度は財政の支援をするというのを早い段階で打ち出してもらいたいなと思います。だから実際の数字上のベッドの数と現実に対応できる
ベッドの数、つまりあとはその医療機関の、まあ、移行、うん、そういったことを取りまとめていく上でも、ね、やっぱり都道府県単位での本部会議みたいなのを僕ら入院フォローアップセンターと名付けましたけど、ああいうのを全国で早く作った方が僕はいいと思う。読売テレビ小玉です。大阪と兵庫の往来自粛に関してなんですけれども、まあ、井戸知事とは温度差というか意見の違いも見られたのかなと思っています。で、まあ、広域で の連携、まあ、協力というのも必要かなと思うんですけれども、まあ、そんな中で明日関西広域連合の会議がありまして、やっぱり明日も出席はされないんですかね。うん、関西広域連合については大阪府としてこれは参加してますから、これは組織として参加してますんでね、別に大阪府が参加しないわけじゃないですから、これは関西広域連合にはこれからも参加もするし、しっかり連携はしていく必要があるだろうというふうに思っています。で、広域についてもう一個僕は思うのが、その大阪府で今僕らこれ体制整えてますが、これは広域的な司令塔が絶対必要になってきます。で、広域的な司令塔をどこでも出せるのか、いわゆる広域調整本部のようなものが絶対必要になってくると思います。まあ、これは国にかねてからも言ってますけど、じゃあそれどこが温度とんのっていうところでね、まあ、いわゆる国厚生省が厚労省が中心となって、厚生局単位で行くのか、まあ、こういった広域連合、関西広域連合ありますが、その単位で行くのか、そこが二重にならないようにしないといけないだろうなというふうに思います。で、現実問題に、現実的に、いわゆる広域での医療機関の調整だとか対策を実行していく実務部隊を備えている組織っていうのを考えたときにという視点で判断しなきゃいけないと思っています。まだいわゆるもちろん関西広域連合ではいろんな情報共有とかね、ドクターヘリとかありますが、まあ、予算を読み込んでもらったら分かると思います。予算を読み込んでもらって関西広域連合の事務局ってどういうものなのかっていうのを読み込んでもらったら大体答えは見えてくると思いますが、本当の実行部隊っていうのを僕はこの広域調整部隊っていうのをねやっぱり作らないと今回の国内にはなかなか乗り越えられないんじゃないかなと思います。これは関西だけじゃなくて、まあ、中部、地方もそうだし、関東圏もね、必要だと思います。まあ、現にもう厚労省が今これ動き始めてますから、我々も要望したし、もう厚労省も動き始めてるので、やっぱどっかがトップになった広域調整機関は必要だと思います。例えば近畿の厚生局が厚生局やったかな、名前厚生局が単位になれば広域連合と府県厚生が違いますから、そこはやっぱ二重にならないようにしないといけない。あとはその単に作りましただけじゃなくて、それを実行できる組織っていうのを、部隊というのを持つところがやらないと、僕は難しいだろうと思ってます。もちろん連携は必要なんですけどね、だからその実態を兼ね備えているかどうかは、メディアの方でも広域連合 の予算書を読み込んだら大体分かってくるんじゃないかなと思います。広域連合には参加します。もちろん参加してますし、まあ、これは府としても参加します。連携しないチームじゃないですからね、連携はしますから。ちなみにあれ奈良入ってなかったんじゃないかな、奈良県入ってたかな、入ってるかな。最初なんかもう奈良が入るとか入れへんとかいう話あって、観光分野だけやったのかな最初は。もう今は全部入ってるんですかね、あとはその広域連合の、まあ、立て付けどこまでできるのかっていうのはやっぱちゃんと見極めないと、動かせない組織は作っても意味はないのでとは僕は思ってます。だ連携は絶対、広域連携は僕は今回のこのコロナは絶対いると思う。例えば大阪がオーバーシュートしたときに、ほんまにオーバーシュートしたらこれは大阪だけの話じゃなくなってくると思いますし、まあ、このいわゆるその、近畿圏レベルでやっぱり対応しなきゃいけないし、そこはいろんな協力をお願いしなきゃいけないし、それは、逆に奈良とか兵庫とか京都がなってもやっぱりこれは大阪がそうなってなかったらやっぱり協力していくことだし、だみんなが協力しなきゃいけないのは当然なんで、これはもう分かってる話だけど、じゃあそれをどこが実行させていくのっていうことのこの核の部分を作るのが非常に重要で、表だけの理由じゃなくてね、実際に動かせる組織を作らないといけないと僕は思ってます。だから今それは国も動き出しているので、まあ、それを厚生局が近畿圏内でやるのか、まあ、広域連合でやるのかちょっと今厚労省が旗を振っているところ検討しているところだと思います。まあ、いずれにしても、協力関係の中で、
非常に大きな爆発的感染が起きたときは協力関係をやっぱり保たないといけないと思ってます、うん、僕に僕が医療指示と別に喧嘩してるわけでもないと思ってるし、うん、そこはやっぱり爆発的感染拡大が起きたときはやっぱり協力するのは当たり前だと思ってます。ただまあ今の状態ではそれぞれの県がきっちりリスク意識を持って何とか抑えていく努力をしていきましょうというのが重要じゃないかなと僕は思います、うん、ただ、まあ、その関西近畿圏で、まあ中国地方の知事とかも来ますけれども、まあ、その知事と直接意見交換できる場であっても、まあ、吉村知事は、まあ、行かないということですか、はい、まあ、行かないというか必要があれば行きます、うん、別に全ての会議に僕が出てるわけじゃないのでそれは他の会議もそうですけどね、うん、なのでそこは組織として対応するということです。もし広域連合でそういった近畿のいわゆるその近畿厚生局ではなくてね広域連合でやるべきだというのがある程度判断があるんであれば広域連合が一挙にガッと集まらなきゃいけないし、うん、まあそこは、やっぱりトップ同士のねグッと合意も必要になるだろうなとは思いますが、ただそのトップ同士の合意だけじゃなくてやはり今回はもう国難ですから国単位がやっぱり入ってこないといけない問題だと思ってます。近畿とか広域連合だけの話じゃなくて近畿だけ別の枠組みで行くというわけにいきませんのでね、他は厚生局単位で動いているのに近畿だけ、事務局が広域連合になっちゃった、でそこが全責任を負うとなってそこで責任果たせなかったら誰が責任を負うのという問題になってきますから、まあ、そういった意味ではまあ、今国が進めている枠組み広域の枠組みというのがこのコロナ対策でも重要になってくるんじゃないかなと思います。でその単位はおそらく厚生局になると思います。厚生局になるということは近畿厚生局の範囲内ですよ、うん、それは関西広域連合とちょっと枠が違うということになるし実行部隊も違うということになると思います、うん、ありがとうございます、うん、他にどうこれは多分厚労省に問い合わせてもらった方が分かりやすいと思いますよ、うん、国としてどう考えているんですか広域の枠組みはね、まず必要ですかと、まず必要だって言うと思います。じゃあ広域調整本部の単位ってどう考えてますかって一回国に問い合わせてもらったらある程度答え見えてくると思います、うん、そこと違うところで実際なかなか実務を動かせないところでね組織作ってそれぞれが二重行政にならないようにしないといけないです。ここは、うん、すいません NHK 下越です。補正予算に戻るんですけど目標が1000床の受け入れ体制確保なんですが、これ全部1000床確保した場合だいたい予算ではどのくらいかかるのかというのと、まあ、あと今回は、約600床で、まあ、この補正になりましたけど1000床全部やった場合は、まあ、いつの予算にその経費が計上されるのかというのをちょっと教えてください。金額面について、なかなか算定しにくいところが あってですね、今現状どういうことかっていうと稼働病床を稼働している病床を医療機関とかでそこをちょっと確保する、そこをちょっと空きを確保してくれというやり方だとこれはいわゆるその国からの財政支援があります。で一方で稼働してない病床を確保するためにはこれは負の担保になります。ですのでこの稼働してない病床休床している病床を確保すればするほどこれは負の負担が増えてくると単独負担が増えてくるということになります。だからそのベッドかけるなんぼっていう単純なものではなくてそういう問題が出てくるということです。で合わせて1000床の中に僕が持ってるところで、まあ、閉鎖した病院なんていうのもあるので閉鎖した病院っていうのを確保すると今これはただの建物扱いですから全く国の支援がないというところからのスタートになる。そこでお医者さんの、まあ、費用だとかも含めて考えたらこれはかなりの大きな金額になるという状況です。ですのでそうならないようにこのコロナの状況なんで支援をお願いしますということを国に
まあ、調整をお願いしている状況だということです。その調整が整うかどうかによってあの金額も変わってくるということです。でこれはまあ事業費ベースですけど、あの、まあ、不正をやる立場からするとじゃあそのうちの一般財源いくらなんですか、負の負担はいくらなんですかというのはやっぱり頭に入れますから、まあ、そういった意味で事業費ベースにおいてはあの単純にその何だろうな、予算組としてそこだけではなかなか判断できないということもあります。なので1000床だったらなんぼという試算までは多分まだで出してないんだろうというふうに、あの部局によっても出してない、まあ、それよりもまずは国に対してこれはちゃんと支援してもらえますか、もっと言えば宿泊施設ね、宿泊施設を確保する費用もいるわけですから、これはあの宿泊施設って言ったってあのお医者さんがこう見てもらったりとかいろんな衛生あの管理が必要になると思うので、まあ、そこの費用はあの今のままでいくと完全全部あの大阪府負担になる、まあ、そういったものについて、まあ、おそらく国としては大阪府の入院ホルパンアンプセンター大阪方式をまあ真似たようなことを全国で広げてくると思いますから、まあ、そこにおける財政支援をまずお願いしているという状況です。まあ、ここの30億とかそういう金額よりはまあ当然あのそういう意味では大きくなってくるだろうなというふうに思います。ちょっと答えになってないかもしれないけど、であとはその空床のままだと予算がかかって冬の立場からみたいなね、空床なんてこの椅子空いてるからこの椅子代金はあの大阪府が払うんですよ。でもそこに患者さんが入ると例えばあの非稼働病床じゃなければこれはあの公的保険から払われることになる、なるわけです。なのでこの空き椅子をどんだけ確保するのかっていうのが今非常にあの難しい判断だけどそれをやってると。今いきなり空き椅子専用書を確保したら多分大阪府民 の税金をものすごいあの莫大に使っていかなきゃいけない、府費単体でね、それは一般財源で、まあ、ある意味あの交付税措置もされるかどうか分からないようなお金として、はっきり言ってあの水に流れて消えてしまうかも分からないお金になると、まあ、患者さんが増えなきゃそれがいいんですけど、まあ、そのバランスで今進めているというところなので、戦勝になったらいくらっていうのはちょっとまだ事業費ベースはあのこうあの積み上げてないというのが実際です。ただ戦勝は目指していきたいなと思います。で目指すにあたってやっぱり国の支援をあの求めないと、さっきこっちかでもう全部やっちゃうともうあのよくないですから、まあ、先例としてもね、大阪は住んでると思うので他の都道府県のことを考えてもやっぱりこれは国の制度としてやりましょうっていうのはあの今一生懸命言ってるところです。ただそうは言ってもやっぱり時間がどうなるかわからないので、まず先行してさっき言った300床か何床かはあのもう事実上は確保しているという状況です。ただそれを用意ドンってやり始めても埋めないでねって言った瞬間費用が発生するという状況になるんだろうと思います。あとはだからそれにちなんだお医者さんの確保とか医療機器の整備もあります。まあ、それも今予算を組んでね、必要な範囲で組んだのが約40億円ということなんです。うん、すいません、先ほどの質問の中の病床の200から300の確保所とか、200床から300床とかっていうのは、そこの部分はちょっと私理解がつかなくて、もしもお手元に資料があって、なんか記者に示せるものがあるんだったら、ちょっとそれをお示しいただいた方が各所ちょっと混乱なく。これでもね、計画中で変わってくる可能性あって不確かな数字だと思うので、うん、ちょっと待って、まあ、これあの順番立てちょっと整理してもらってやりましょう。うん、まあ、日々変わっていくんですけど、だから今が 3月22日、まあ、今日3月何日 ?25 か、3月29日段階で、例えば稼働病床はこんだけ確保、それをさ4月12日になったらこんだけ確保、4月19日になったらこんだけ確保っていう時系列に応じて確保数を今あの整理をしていっているというような状況で、まあ、補正予算は4月1日ですから、4月1日から執行できるような体制で、あのこれは患者数が増えてきたらあのその
数字の増え方も、ここに書いてるのにもっと増やして進めていけますから、まあ、それが大体200から300は確保できているということぐらいの方がいいんじゃないか、逆に不正確になるんじゃないかなって僕はちょっと思うんだけど、あの担当部で何か言えることがあったら。今の段階では地図を調べて、うん、予算上の数字しか、うん、だから予算上の数字を正確に言うと、ちょっと待ってくださいね。予算上の性格を正確に言うと、現に動いている稼働病床で確保する数字が340床で、非稼働の病床、休床している病床で確保するのが240床、単価が1万6190円で、1日あたりね、あの空室、あの空席確保が、それを約半年と想定して予算立てをしています。で稼働している病床についてはそういう意味なので約 9億9000万、まあ、10億円ということですね、で非稼働の病床については7億円と、まあ、そのうち先言った一般財源の負担が全然変わってくるわけですけど、あの7億円の方が一般財源の負担は、まあ、丸ずっぽ7億円丸ごとかかってくるということですが、あ、まあ、そういった意味で、580床分4月1日以降180日間確保しているというのが予算上の正確な表現だと思います。で現にこれは確保できると思います。あとはもうお金が誰がどう負担するかだけなので、予算の整理としてはその方が正確じゃないかなと思います。他にご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。新聞の奥山です。オリンピックの延期の影響についてなんですけれども、来年11月に目標としている都構想の住民投票の時期なんですが、当初決めるときにオリンピックの後に実施した方がいいっていうのがその決める理由の一つにあったと思うんですけれども、この延期することによって住民投票の時期を後ろ倒しするということは現時点で考えていらっしゃる。オリンピックが延期したから都構想の住民投票の日を延期するという考え方は持ってないです。特にオリンピック、オリンピック中には当然住民投票なんかできないですけども、まあ、そういう意味でオリンピックが終了した後だなというのが基本的な考え方です。なのでオリンピックそのものが延期でなくなったとしたら、したとしても別にその住民投票の日が直接それによって左右されるというものではないというふうに思います。まあ、都構想の住民投票については、まあ、出前協議会が一旦こう中止となりましたけど、まあ状況を見ながら5月に何かできる形をできないかというのは今検討中ですし、まあ、住民投票の中身としてもまず国の判子承認をもらうというような今内部手続きが多いので、その内部手続きについてはしっかりと進めていきたいと思います。うん、あとは、まあ、現時点では、ちょっとコロナの状況はどうなのか分かりませんけども、基本的には住民投票というのは予定通りを考えています。ただ、まあ、今その活動ができる状況ではないとは思ってますし、現実に活動はしてないです。中央区の市議会の選挙をやりまして、まあ、だからある意味で選挙はできるんでしょうけど、非常に活動としては制限されてくるなとは思ってます。まあ、各地の選挙もやってますんでね、だからそういった意味でちょっとイベントとかそういうものとはちょっと違うとは思いますが、ただいずれにしてもそのコロナがどうなるかっていうのはきちんと推移や見極めていきたいとは思っています。今段階で予定の変更はないです。他にご質問ございますか。よろしいですか。日経新聞の水上です。財政の、まあ病床の管理に関してはまだ不確定、病床の管理に関してはまだ不確定な点あるかと思うんですけれども、中長期的な財政の試算の見直しというものを大阪市がですね出したわけですが、府として、そういう中長期の、シミュレーションの見直しですとか、そのようなものがもし予定があるか否か教えてください。
まあ、今回の予算はこれは精通をしましたので、まあ、予算精通の前の資料として、あの資料は作ってますから、なんかそれをやり直すというものではないんだろうと思っています。ただ来年度、令和2年度予算というのを編成していく上で、あのシミュレーションというのはだいたい秋か冬ぐらいに原案を作っていくことになるんですけど、そこにはやっぱ影響を当然盛り込んだものをあの作るということになるんだろうと思います、うん、ただの経済影響も、どれぐらい出てくるか分かりませんから、あの、まあ、確実に経済の打撃は受けるし税収の減というのは生じると思いますけど、それがどのぐらいか分からないので、ちょっとそのあの財政シミュレーションを今の段階で、今のコロナの影響を踏まえてあの作り直すっていうのは、まあ予算も成立しているというのもありますけど、来年度の予算、だから来年の秋冬に次の年度予算を作るため の, あのそこには当然組み込んで、いきますし、今年の今年度の予算の執行というのは当然税収が減るだろうということを前提にかなり厳しめの執行体制は取っていきますけど、なんかこうシミュレーションを何の数字もないままあの作れないですから、あの作るというのは考えてないです。多分大阪市も財政シミュレーション、うん、でその今のコロナの影響がどれだけ出るか分からないから、あのそのコロナの影響を踏まえた財政シミュレーションは作ってないと思うんですけどね。作ってないでしょ、うん、ですね、作ってないですね、うん、だから給食、うんですよね、だから作れないと思います今物理的に、うん、ただ我々も税収減になるのは分かっているので、やっぱり予算執行値はかなり厳しく見ていかなきゃいけないし、うん、その次の年度の予算というのはかなり厳しめに見ていかないといかんだろうなというのは、あのそれは財政財務部との共通認識はあの持っています。ただこれはね、おそらく大阪府とかだけじゃなくて全国的にそうなるから、あの別に大阪府に限った話というよりは、愛知県も東京都もいろんなところの都道府県で、あのこの税収減、経済減の影響は間違いなく出るので、あのむしろ国全体で僕は対策を考えるようになると思いますよ。なんかあの自治体か勝手に考えてくれということには僕はならないと思います。あの何か大阪府だけに特殊な事情で大阪府の財政がぐっと悪くなったっていうのがあったら、あの国からしたらそれは大阪府頑張るよってなるかもしれないですけど、これあの全国的な影響が出ているので、おそらく全国においてあのその次の予算どうするの、そのための国のバックアップシステムどうするのっていうのは、あの国において議論されることだと思って、国においても議論されることだと思ってます。我々は現実の財布を預かる立場として、やっぱり今年の予算執行はかなり厳しくやって、執行は厳しく見ていくし、その次の予算立てもあの一定多分資産が示される、分かる資産が出てきますから、その資産に基づいてちょっと厳しめな数字になってくるだろうなというふうに思います、うん、ただまあそれがなんかこう2025年に都構想を実現するって言っても そこになんか直接影響してくるものではないだろうと思ってます。他にご質問よろしいでしょうか。それではこれで終了させていただきます。ありがとうございました。